私どものホームページでは様々なキーワードでご訪問いただいていますけれども、その中にですね、特例老齢年金というようなキーワードでご訪問いただくケースもあります。で、これはですね、特例老齢年金という年金は確かにあるんですけれども、おそらくこれ現在特例老齢年金でキーワードで訪問されている方の多くはですね、特別支給の老齢厚生年金の情報を探すつもりで特例老齢年金というキーワードでね、検索されているケースも多いんじゃないかなというふうに思ってます。と言いますのが、これ特例老齢年金はですね、老齢基礎年金の受給資格期間を満たさない方ですね、従って老齢厚生年金を受けられない方について特例的に、いわゆる旧共済組合期間も含めて、厚生年金加入20年以上であれば、でなおかつ60歳以上で、なおかつ厚生年金に1年以上加入、していれば、という要件で特別にね支給される、年金なんですね。で、この旧共済組合期間ということですから、旧陸軍共済組合とか旧海軍、共済組合とかですね、そういった期間も含めて計算しても良いというものですので、これからね、受給される方の場合は対象者が少ないわけですけどもね、そういうことで、特別支給の老齢厚生年金と、混同されているケースがあるのかなというふうに、推測してます。